マクラーレン MP4 から26は、マクラーレンが2011年の F1 世界選手権参戦用に開発したフォーミュラ1カーである。2011年の開幕戦から最終戦まで実戦投入された。サイドポンツーンは前年型の MP4 から25と同様に後方に向けて急角度で低くなっているが、MP4 から26はインテークが L 字型になっており、 溝の部分からリアエンドへ気流を送る点に配慮している。L 字型の開口部分はモノコックに近づけされ、サイドインパクト吸収構造を兼ねている。また、ドライバー通常のインダクションポット後方にさらにエアインテークを設置している。他チームと比べて、フロントノーズは低めで、画面に T 字型の整流板がついている。例年なら、マクラーレンのファクトリーで、 マシン発表会を行うが、今年はスポンサーのボーダフォンの意向で、ドイツベルリンで MP4 の26が発表された。発表会ではスタッフが広場の真ん中に一つずつパーツを持ち込み、メカニックが徐々に MP4 から26を完成させるというパフォーマンスを披露した。ウィンターテストでは絶対的なスピードが不足していたため、マクラーレン内では ジェームズ・メイというニックネームが付けられた。チームはオクトパスと呼ばれる複雑な排気システムを採用したが、プレシーズンテストでは問題が続出。テクニカルディレクターのパディローはチームに在籍した20年間の中でも最悪のプレシーズンだったことを認めた。開幕戦に予定されていたバーー n g p が国内情勢不安からキャンセルされ、この間にマクラーレンは レッドブル RB7 をコピーした延長型、ブローンディフューザーを急遽開発し、オーストラリア GP に持ち込んだ。この時は、カーボンコンポジットが間に合わず、シタンを板金加工したディフューザーを、ぶっつけ本番で投入した。第15戦日本 GP にて、ジェンソン・バトンがドライブする MP4 から26、MP4 から26は、予選では、レッドブルに立ち打ちできないものの、 決勝では優れたレースペースを披露した。第3戦中国 GP ではルイス・ハミルトン、第7戦カナダ GP ではジェンソン・バトンがレッドブルのセバスチャン・ベッテルをコース上で逆転して優勝した。2011年のトレンドとなったオフスロットルブローイングに関してマクラーレンはレッドブルと共に開発に成功しており、 第9戦イギリス GP で使用が禁止されると大きな影響を被った。しかし、次戦から使用が再解禁されるとペースを取り戻し、後半戦は予選、決勝ともレッドブルに迫るポテンシャルを発揮した。躍進の背景にはブリジストンから加入した日本人エンジニア今井博士がピレリタイヤの特性を解明した貢献があると報じられた。 第16戦韓国 GP では開幕戦から続く、レッドブルの連続ポールポジションを阻止した。最終的にチームは6勝を挙げて、コンストラクターズでは2位を確保し、ドライバーズランキングではバトンが2位、ハミルトンが5位となった。ありがとうございます。